俺も今日から父親だ。ナルト、やっと会えた。よし、出産したばかりで大変だけど、キュービーを完全に抑え込むよ。四代目火影湊、人中力から離れろ。でなければこの子の寿命は1分で終わる。お前は、クス、まだキュービーの封印が。さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て、落ち着くんだ。それはお前だ。俺は最高に冷静だ。ナルト、さすがだ。だが起爆歌だ。ミナト、ナルト、よかった、ナルトに怪我はない。無理やり飛来神の術を使わされた。狙いはクシナ。引き離されたか。急がないと。何のつもりなの。お前からキュービーを引き出し、この葉を潰す。何だと。出産でキュービーの封印は弱まり、そして最も厄介な湊を今は遠ざけた。お前を救う者は誰もいない。このわずかな隙をどれほど待ったことか。出てこい、キュービー。次は木の葉だ。待って。おお、すごいな、渦巻き一族とは。美獣を抜かれてもすぐに。どうして。いいから、ナルトのそばに。すぐに戻ってくるよ。俺に気づいたか。もう親バカ決定よね。いや、ナルトが喜ぶと思ってさ。生まれてもないのにそんなもの買ってきて、ほんと
気が早すぎだってばね。ナルト、母さんはああ言ってるけど絶対喜ぶよな。確かあの棚に。何より私が生きてて家族3人で暮らしてる未来を想像したら幸せだってこと以外想像できないんだもん。ただ心残りがあるとすれば、大きくなったナルトを見てみたかったな。君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ。君の残りのチャクラを全てナルトへ封印する。八卦封印に組み込んでね。そしてキュービは俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は式封じ。でもあの術は実写が。それともう一つ、俺に封印するキュービは半分だけ。これだけの力は物理的に封印しきれない。そして戦略的にもできない。君を道連れにしたキュービの封印は復活まで人中力が不在となって比重バランスが崩れてダメだ。式封刃なら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。だからキュービのもう半分は世界の変革と災い、その時の救世主が予言の子ですか。そしてそれが俺かもしれないと。君を襲った面の男、これは
まさかわしを封印。体がしびれる。ここまで重いチャクラだと。おい、四代目火影。あとは八卦封印だ。九尾をナルトへ封印する。儀式用の台座、わしをまた封印する気か。しかもあんなガキに。これは父親でもできる役目だって言ったのに。じゃあ母親ならなおさらでしょ。わかったわ。夫婦喧嘩で私が負けたのは初めてね。それだけあなたが本気だってこと。ありがとう、クシナ。クシナと俺のチャクラを。よし、これでいい。クシナ、八卦封印をやるよ。当分は会えない。今ナルトに言いたいことを言っておこう。ナルト、好き嫌いしないでいっぱい食べて大きくなりなさい。お風呂には毎日入って温まること、それと夜更かししないでいっぱい寝ること、それからお友達を作りなさい。いっぱいじゃなくていいから。本当に信頼できるお友達を数人でいいの。それとお母さんは苦手だったけど勉強や忍術をしっかりやりなさい。ただし得意不得意が誰しもあるものだから、あまりうまくいかなくても